光16年に出版された聖武新政録の風面。聖武新政録は中世モンゴルの歴史書。モンゴル帝国の建国者、チンギスカンの生涯について漢文で記した年代記であり、現状筆史、終史、チンギスカン記、原史、大祖本義に並ぶチンギスカン研究所の重要資料として扱われている。作者は不明で、成年は説あるが、 クビラ来の知性中とする見解が主流である。公元神聖武新請録とも、表題の聖武とはクビラ来の知性に定められた、チンギスカンの死後、聖武皇帝に由来し、全体でチンギスカンの新請録を意味する表題となる。神聖武新請録が、いつどのようにして成立したかは全く記録がなく、いくつかの傍傷をもとにした、様々な説がある。 正無神聖無申請録の成立について、かつては、原子巻百三十七冊子、勘伝に、また御琴乗りしてとぶちゃんを訳させ、聖無回転機と名付けたとあることから、聖無回転機が正無神聖無申請録の元となった書物かあるいは、聖無申請録そのものであると考えられていた。この説に基づく場合、冊子、勘伝は、聖無回転機の成立を人相の知性のこととするので、 聖無申請録の成立は少なくとも1310年代以降のこととなる。しかし、研究の進展により現在ではむしろ、クビライの知性に変算された書き物であったと考えられるようになってきている。その最大の論拠は、オングドブの手は楽して銀っくりに注釈して、今のアイブカ馬上昇の城たちたちこそがこれであると記されることにある。 この愛部下こそ、原子巻118荒津骨指摘基地骨里殿に、荒くしの孫として記される、アイ花に他ならず、アイ花のオングトブ投手在任期間はおおよそ、クビライの知性に限定されるため、現在のオングトブ投は、愛部下であるとする、聖武申請録もまた、クビライ知性中の変産物と考えられる。また、クビライの父と類が、聖武申請録で、必ず、 大乗皇と表記されることも、大乗皇が、主に皇帝の父親を意味することを踏まえれば、聖務神聖録が、首田一世中に編纂されたことの傍傷となる。以上の点を踏まえ、聖務神聖録は、首田一世中に編纂されたものであり、人相アユルバルワダチ世中に編纂された、聖務回転記とは別の書き物であるとする学説が、主流である。ただし、口実するように、 聖無神聖力は、修士や原守といった他の書物と内容上一致する点が非常に多く、特に修士とは同一の資料源を有していたのではないかと考えられている。ゆえに、聖無神聖力は、聖無回転記のように、トブチアンから直接漢文に翻訳された辞書であると考えられている。聖無神聖力の持つ最大の特徴は、 西方のフレグウルスで編纂されたペルシア語資料、終始、チンギスカン期と内容の上で非常に近しい点にある。聖武新聖録は、チンギスカンの祖先についての記述が存在しない点を除けば、終始、チンギスカン期と内容の点で非常に近く、何より、中央アジア遠征中の年次が一年ずつずれているという誤りを共有しているなど、もろもろの事件の年次は完全に一致する。 そのため、修士、チンギスカン期とショム神聖無申請録を相互比較することで、片方の資料だけでは意味を特定できない単語について、正しい意味を特定することができる。例えば、修士でイスラム歴599年にあたる井戸氏の冬に、チンギスカンが、かったる良き野策を命じたと記されることについて、ショム聖無申請録では、戦後例したと記しており、法令。 軍令といった様々な意味を有する野作の訳語のうち、ここでは号令と分けするのが正しいということがわかる。また、終始、チンギスカン期で、コルラス族のカラメル機代が逃げるチンギスカンに与えたとされるジャあアイ・キューライアンはモンゴル語の転写でペルシア語の知識だけでは読み解きがたい単語であるが、聖武新聖録では、カワウソ色全馬と明確に記しており、 他の資料の記述とも合わせて、特殊な毛色の完全な馬を意味する単語であることがすぐにわかる。以上の点を踏まえ、終始、チンギスカンと、ショム神聖武新生録、そしておそらくは、原始、大祖本義も、同一の資料源からそれぞれペルシア語と漢語に翻訳された詩書であると考えられている。ただしこれらの詩書の元になった資料については、記録が少なく諸説あり、 周氏が資料源の一つにしたとする、アルタンデプテルと原氏が記すトブチアンを同一の書き物であるとする学説もあるが、アルタンデプテルは、聖無神聖録と三書と異なる系統の書き物であるとする説もある。なお、県庁肥氏のモンゴル語読みは、モンゴル入茶トブチアンであるため、県庁肥氏こそが原氏の記すトブチアンであって、聖無神聖録周氏。 原主党の司書の資料源となった資料ではないかとする説がかつて存在したが主に年次の点で現徴秘史は他三書とあまりにも内容が違いすぎるため現徴秘史こそが聖無新聖録倒産者の元となった資料そのものであるとする説は受け入れられていないただし吉田純一は現徴秘史が聖無新聖録倒産書と 全く異なる系統の書物というわけではなく、やはり、商武神勢力、倒産書と同一の資料源を有しているが、英雄物語としての色を強めるために、いくつかのエピソードの順番を入れ替えるなどの編集を行って成立したのが、現状皮脂であるとする。杉山2006、218から219ページ、原始巻137列伝24冊子。 関連、人相即位、かつ、小薬定判。また、命分け脱げ必ず、赤顔名曰く、勝無回転期小林1954、131から133ページ、原子巻118列伝後荒津骨指摘吉地骨、里伝、荒津骨指摘吉地骨里、大小部人、も、その子、廃養合なおよ旋風その沈国ため、北平を、 廃養を見ありこ、こうした目進むひめめかけ、も、ひろつぐ族、聖蜜語、いわくくんふはな、いわくあいふはな、いわくつたなざとふはな、小林1954、134から136ページ、森川2007,15から17ページ宮2018、宮2018,597、687ページ、小林高四郎は、聖無新勢力と、終始。 チンギスカンキとの間で異なる点を列挙して、両本が、同一の師匠を、資料源とする説を否定したが、吉田純一は小林が挙げた、相違点は、終始、チンギスカンキ編纂時に、他の資料源によって補われた部分であり、両本の本質的な相違点ではないと小林の説を、再批判しているの2002、149から150ページミヤ2018。 432から435ページミ八2018、597、687ページ吉田2019、157から162ページ、吉田2019、189から190 19ページ。ありがとうございます。